はい、こんにちは、ひかりです。今回はね、おもちゃのリサイクルショップトイプラネットの購入品紹介をしたいと思います。2店舗分ですね。はい、ちょっと前に買ってるんで、もう何買ってるかあんま覚えてないんですけど、ちょっとね、開けて、まあ、軽く遊んでみたいなと思います。ね、埼玉と群馬にしかないからね、あれなんだけど、おもちゃのリサイクルショップトイプラネット、ぜひね、ツイッターとかね、トイプラネット公式とかあるんで、よかったら見てくださいって感じなんだけど、うん、いやー、いいですよ。これね、扱ってるものも多いし、てかもうおもちゃ専門のリサイクルショップなんで、いつ行ってもね、ある程度の品揃えはあります。はい、で、この店舗ではね、100円のコーナーからしか買ってないですね。あんま時間もなかったんでね、まずこちら、ババーン、レトロなウルトラセブンです。見て、足裏もちゃんとこう、なんか足跡みたいなの残ってて、バンダイ、これね、バンダイが出してるんだけど、ウルトラセブンって書いてあって、つぶらやプロジャパン。これなんか前キングを買ったんだけど、あのこれね、キングザウルスっていうもうちょっと古い時のなんかやつのシリーズっていうかメーカーかなの金型同じのを確か使ってバンダイがまた出したらしいんだよね。そうだから、これキングザウルスではないんだよね。キングザウルスはなかなかトイプラにはないっていうのはあるかな。うん、あの回顧堂にはね300円であるんですよ。今度ねまとめ買いします。レオと父まず買いたいな。まあでもこれでも十分ですけどね。味めっちゃあるよね、セブン、アジアリセブン、かっこいいな。これやっぱ好きだな、キングザウルス系の。これ好きだわ、やっぱ。あのキングも良かったんだけど、あー立たない。セブンもかなり好きですね。あー立たない。うん、照明の位置があれかな。ちょっとこの部屋ね、今ね散らかってるんですよ。謎のね、布団とかがいっぱいなんか搬入されてたから、俺が知らないうちに。はい、そして次ね、ちょっとまたこれもレトロなんだけど、ババーン、銀河レッドの、あの何だっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、もう古、あの昔見ただけだから、あの銀河レッド龍馬なんだけど、あの何だっけな、なんかパワーアップフォームがあるんだよ、銀河マンって。その装備があったんだっていう。これ多分ね、豊かがやっぱ出してるんだ。うん、バンダイじゃなくて豊かが出してるやつですね。本当はね、武器があったんだろうけどね、てか絶対あったんだよ。この頃の銀河マンの装備って全部武器ありなんだよね。そう、聖獣剣だっけ、ちょっと忘れちゃったけど、なんか持ってんだよね、自在剣牙とかさ。うん、これマッチョだよね、しかもなんかやけに。こんなマッチョじゃないんだけどね、本当は。でもなんかこの頃のさ、戦隊ものってさ、なんかマッチョなイラストとかあるよね、謎の。うん、で、また今のも100円で、これも100円コーナーにありましたね。やったー。ね、キューレンジャーの敵の戦闘員、インダベですね。これはまあ100円だったら買ってます。いくらあってもいいですね。で、これがね、まさかの100円コーナーにいたんですよね。これ。これなんだっけ、あの、大怪獣バトルからしかわかんない。ちょっと忘れちゃったんだけど、あの、僕ね、DVD にあのおまけでついてたから結構見たんですけど、結構活躍する渋いキャラで、うん、武器をよく使ってましたね。なんだっけ、大怪獣ハンターみたいな、怪獣ハンターみたいな感じのやつだよね。このシリーズもね、一時すごい安かったんだけど、最近あんまね、手に入んなくなっちゃって、そう、あれなんだよね。一時すごい安かったんだよ。でも今あんま手に入んないからね。はい。100円であったのはちょっと嬉しかったですね。一時ほんとね、100円でも売れ残ってる時期あったんだよ、うちの近所とか。うん。で、これね、まず見せよう。これなんだけど、獣王者の、ロボなんだけど、なんだっけ、そう、名前が出てこない、なんだっけな、獣王キングか、普通に獣王キングなんだけど、あのソフビのロボシリーズは買うのやめようかなとか言ってたんだけど、やっぱこういうとこ、これデキいいよね。多分こうプロポーション的にデラックスよりいいかなと思って、足も開くし、これなんか初めて見たんだけど、実物をすごいいいなと思ってついつい買ってしまいました。まあ100円だしね。いや、これはいいな。うん、やっぱソフビロボいいわ。ごめん、これからも買っていくかもしんない。はい。で、この店舗はね、ちょっと急いでみたんで、まあこれがラストになっちゃうんだけど、カイロレンですね。はい。まあね、ライトセーバーとかないんだけど、まあこのボロボロカイロレンはね、僕持ってないんでね。はい。欲しかったっす。このマスク取れないバージョンのカイロレンかな、多分。うん。これでも持ってないんでね。まあカイロレンはかっこいいんでね。かっこいいけど、僕の中では、ちょっと雑魚キャラとして使ってます。一応ね、登場するんだけど、結局負けちゃうみたいな。うん。負けちゃうっていうか、負けて、
敵の基地に帰っていって、でもっと強いやつに倒されるみたいな。お前なんかいらねえみたいに言われるみたいな。はい。あとだから、これがね、1店舗目の購入品です。さあ、もう1店舗あります。もう1店舗はもうめっちゃ行く店舗なんだけど、これね、まさかのね、X-Menのね、フィギュアがね、値下げされてました。今までずっと売れ残ってたんだよ。それが値下げされたんで買いました。X-Men。これね、もともと799円だったんだよ、確か。それが今回299円だったんで買いました。これね、忍者、サイロッキー、わかんない。裏に日本語も書いてないんだよね。ただね、漢字は書いてあるっていうね。まあ、忍者系の、忍者フォース、X-Men。まあ、ちょっと僕はわかんないんだけど、まあ、これね。これが確か、これ、ストームかな？あ、倒れちゃった。これ、ストームかな？違うか？誰だこれ？あれ？忍者フォースで誰これ？あ、違うか？忍者サイロッ、そかんない。読めないっす。まあ、とにかく X-Men のキャラクターですね。まあ、女性キャラでいい感じなんで。これ、ウルバリンかな？ウルバリンモンスターみたいなやつで、ちょっとわかんないんだけど。まあ、299円になったんで買いましたね。はい。で、こっちもいてね。これは、スペース忍者、デスバードか。これちょっとまた羽が生えてていい感じですよね。まぁ、ちょっと、様子がわかんないので、全然。うん。わかったら開けて遊ぼうと思います。これのね、スパイダーマンっぽいやつとか、違うな。デプランジェスパイデ、わかんない。ドクターストレンジ、これ持ってるんですよ、僕。うん。で、このスパイダーマンいいよね、メカニックなね。で、今回のはこれと、これウルヴァリン？違うな、なんだ、わかんないキャラが多いな。ね、さっきのはなんだ？さっきのはこいつか。うん。うん、まあまあ、ちょっと、よくわかんないんだけど、まあとりあえず X-Men 系はかっこいいんで買ってます。はい。外れがないっていうか、はい。そして、小物系ですね、次。最後に大物があるんだけど、小物系というか、ソフビですね。まずこちら。ゼアス。僕ゼアス好きなんで、多分最初に見たウルトラマン、多分ゼアスなのかな、俺は。ユタカが出してるゼアスなんで買ってみました。味があるよね、ちょっと。ゼアスはね、スペシウム光線っていうか、このジョアのあれがね、向き逆なんですよね。鏡見て練習したからね、ウルトラマンも。そう。ちょっとまた異色なんですよね、ゼアスってね。で、さっきはね、戦闘員。これは、キューレンジャーなんですけど、これは、ルパパとのね、はい、戦闘員の、ポーダマンだっけ？うん。まあ、これも100円だったんで買いました。まあ、戦闘員は何体でもいいっていうことだよね。で、これ、地面に持ってなかったんだけど、ウルトラマンビクトリーの、手が、なんだこれは、バルタ？なんだろう？なんかの手ですね。はい。はい、なんかの手バージョンの、はい、やつです。これクリアの、かっこいいかなと思って。まあ、100円だったんでね。最近のこういうビクトリー系はあんまりね、見かけなくなってきましたね。で、ラストはジェットマンのレッドかな。はい。ちょっと腕がね、こうなっちゃってるパターンなんだけどね。これはね、直せるっていうか別に壊れてるわけではないので、壊れてんだけど、壊れてないか。これね、腕は引き伸ばせれば、戻るんだけど、あ、ドライヤー使った方がいいですな。ちょっとドライヤー使って腕は引き出します。こうなってるのは別にね、引き出せば問題ないんで、はい。まあ、当時物なんでね、100円だったら、まあ、大体買ってますね、Z1 とか。カクレンジャーより古いやつ。カクレンジャーは当時物でもなかなか買わないんだけど、カクレンジャーより前ね、大レンジャーとかさ、10レンジャーとか、そこら辺とかは、これ Z1 とかは、当時物があれば、まあ、状態を見てるだけどね、買いますね。実はね、こっちのね、さっきの方の店舗ではね、結構レトロな装備がいっぱい売ってたんですよ。でも、結構ね、マジックで落書きされてたりとか、もう落とせない汚れとかあったんで、マジックとかのね、買わなかったんですけど、結構古いやつとかもそういうのもあったんですよ。まあ、これは状態割といいんだけどね。はい。で、ラストがちょっと大きいから、どうやって紹介しようかな。まあ、いいか。とりあえず、こっちにカメラ向けて、よいしょ。じゃじゃーん。はい、これね、トミカタウンビルドシティの建設現場だと思います。はい。確か名前建設現場だよね。まあこれね、建設現場ってことでね、工事現場みたいな感じなんだけど、これ単品で遊んでもまあ面白いんだけど、多分ね、若干パーツされてないと思うんだけど、これね、そもそもが
これって、トミカタウンビルドシティ、他のビルドシティを、なんだろう、拡張するのに使うパーツとしてね、ピーポーうるさいな、拡張して、使うためのものなんですよ。そもそもが。これ、単体で遊ぶっていうよりも、他のビルドシティを拡張するためのパーツ売りとしてね、もともと使うやつだから、パーツ足んなくても全然 OK で、1599円でこんだけパーツが入ってる。もうね、この柱パーツだけでも欲しいぐらいだから、俺的にビルドシティこれ辺とか、あとこれ辺とかこれ辺の、この柱パーツが欲しいからさ、これとか。まあこれのクレーンとかいらないんだけどね、正直。ね、定価が結構高いんだよね。7000だっけ？結構高くて、Amazon でも4000、5000するから。だからなんか、今のところ買ってなかったんだけど、やっとね、トイプラネットにね、まあ、1599円はかなり安い方かなと思います。はい、なのでちょっと今回は買ってきました。いいですよね。これでトミカタウンビルドシティがね、拡張できます。またちょっとこれから拡張動画でも作ろうかな。ビルドシティ拡張動画。よっしゃ、ちょっとカメラを上げて。よし。いいですね。素晴らしい。トイプラいいですよ。楽しい。撮影許可もしてくれるしね、心よく。むしろ宣伝になるんで、むしろお願いしますみたいな感じで言ってくれるから、すげえいいとこだから。いや、よかった。なんかレトロな、そういう、これ、やっぱキングザウルスはないにしても、これはね、トイプラで見かけたの2回目なんで、この店舗あんま行かないんですよ、正直。ちょっと遠いから。だけど、行くとね、結構ね、レトロな装備があるんですよね。あと、ここね、パワードモンスターがね、結構頻繁に入荷する。まあ、状態が悪い時はあるんだけど、ここはね、穴場なのかな。ただ、特化品コーナーとかにもね、怪獣装備がね、100円とかであって、800シリーズのバルタンとかさ、結構特化コーナーも充実はしてたな、今回は。まあ、充実してない時はしてないんだけど、今回木曜かなんかに行ったから結構良かったんだよね。やった。めっちゃゲットしたわ、今回も。まあ、速攻遊びに使おう。まあ、このね、ビクトリーに関してはまだ見てないんで、ビクトリーとジェットマンはまだちゃんと見れてないんで、まあ、なんだろう、一応保管っていう形になるかな。あと、この X メンも一応保管。最近ね、保管をね、ちゃんとしてて、僕。これ見て、これ。これ下にちょっと今ケースあるんだけど、こんなハードオフじゃなくて、オフハウスか。で、こんなでかいケースとか買って、これ最近買ったおもちゃを入れてるんだけど、こんな感じで。まあ、ちょっとまだあんま入ってないんだけど、これね、あっちからも開けられて、しかもね、浅いんだよね、これ。ね、おもちゃ入れるときね、まあ、でかいおもちゃは、深いやつがじゃないと入んないんだけど、そうじゃないおもちゃとか、まあ、細かいとか中ぐらいのおもちゃぐらいは、装備とかも、怪獣装備のあんまでかいやつじゃなければ、もうね、こんぐらいのね、浅い幅、こんな、浅い幅のね、やつの方がね、高さが浅いやつ、深さがあんまないやつの方が、収納しやすいっていうか、取り出しやすい。何が入ってるか分かりやすいんでおすすめです。これ結構大きいんだけど、そうそう。こんなんもあってね、ちょっと今ここに入れて、紹介して、まあ今回は遊ぶ用じゃなくて保管用のやつは入れてってますね。今回だからスタノーとかも入れてますけどね、はい。まあケースも段ボールでもいいんだけど、中分かんないしね、あんまりなんか、気分良くないから、やっぱ結構ケース買ってますね。このケースとか地味にね、800円しますからね。結構高いんですけど、定価で買うともっと高いから、ケースもね、結構高いからね。あと、この前500円で、大きい、今ぐらいのケースをね、5個ぐらい買ってるし、4個か。買ってて、今のやつも2個買ってるんで、オフハウス行ったら必ずケースは見てますね。浅いケースを探してます。皆さんもね、ぜひ浅いケース、おすすめなんで、はい。浅いケースをね、買ってみてほしいです。おもちゃコレクターの方は。大きいのは大きいので、またその別で。うん。それで大きいのだけは段ボールでもいい気もする。うん。大きいのは段ボール。でも本当はね、俺はね、段ボールには入れてなくて、透明なプラスチックの深いケースが大量にあるから。そう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 。メーカーから直接買ってんだよね、毎年。そう、メーカーっていうか、その作ってる会社から直接買ってるんだよね。もう毎年なんか、だから12個かな、ケース届いてくるんだけど。で、ケースにおもちゃ詰めて、倉庫にぶち込むっていう作業をしてます。はい。いやー、よかった。まあね、でもね、やっぱね、この建設現場、多分ね、この辺のね、スロープパーツが多分足りない気がするんだよね。
だから建設現場としてはちょっと遊びづらいかなとは思うんだけど、そもそも建設現場なんてさ、まだ作りかけなんだから、パーツされなくたっていいんだよ。うん。だから、建設現場はね、ぶっちゃけ、中古でもいいかなと思いますね。はい。でもね、その代わりシールとか剥がれたりしてるから、まあ新品の方が本当はいいんだけどね。ただ、トミカタウンを拡張させるには、ほんとね、必要なパーツがいっぱいあるんですよ。トミカタウン作るのにね、高さを出すのはあんまり推奨されてないから、ビルドシティって。だからあんまり、この、柱パーツがね、この建設現場を買わないと、縦にこう拡張する柱があんまね、こう、ないんだよね、意外と。だから建物っていうか、ボックスの縦置きになっちゃうから、そうなってくるとなんか、ちょっとどれも同じようなビルになっちゃうから、うん、なんか、ちょっとね、空洞がないっていうかさ、広場を作りづらいんだよね、上空に。わかるか言ってる人わかるかな。まあいいや。そのね、遊ぶ動画をまたね、出したいと思います。はい。ということで、今回はね、おもちゃのリサイクルショップ、トイプラネットのね、2点分の購入品でした。この動画がね、楽しかったなとかね、思っていただけた方は、グッドボタンをね、ポチポチっと押して、ポチポチじゃないな、ポチっと押していただけると嬉しいですね。ね、コメントにもね、いろいろ、書いていただけるとね、最近ね、ちょっと、コメント欄なかなかね、返信本当、稀にしかできないんですけど、ちょっと、返信しやすいやつとかは返信、ちょこっとするときはあるんですけど、あんまりね、全部に返信は返してないんですけど、一応全部読んでいるので、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバーイ。Please subscribe.